はい、こんにちは。今日はですね、ウクライナ情勢についてお伝えしてまいります。まずはニュースを読んでまいります。アメリカ、ウクライナへの戦闘機供与の可能性めぐり方針転換。バイデンアメリカ政権は、ウクライナ政府が最近ロシア側の攻勢を鈍らせることに成功したことを受け、戦闘機など先進兵器を供与する可能性について方針転換を始めた。従来はロシアとの対立をエスカレートさせかねないとの認識を示していた。ホワイトハウスは22日、国防総省がウクライナにジェット戦闘機を供与する方法を検討していると発表。中央の北大西洋条約機構 NATO 加盟国はすでに旧ソ連時代のジェット戦闘機をウクライナに供与する方向で動いている。アメリカ当局者によると、西側諸国のジェット機の供与は数ヶ月先になる可能性がある。ただ米欧の高官はすでに NATO 加盟国がウクライナに航空機を提供する同盟国の領空を監視するために空軍を配備する意思があることを示唆している。そしてアメリカ当局者は今月、ウクライナの空軍を NATO の水準に引き上げるために数ヶ月に及ぶ訓練プロセスを検討していることを公に認めた。アメリカ上院では今月、両党の立法者がロイド・オースティン国防長官と統合参謀本部議長のマーク・ミリー陸軍大将にウクライナに高度な戦闘機と飛行訓練を提供することを検討するよう要請した。このように報道されております。で、こうしたですね、アメリカ政府の情勢が報じられる前、ウクライナ側からは次のような報道がされておりました。ウクライナ国防省は15日、アメリカ下院が採択した2023会計年度アメリカ国防予算の大枠を決める国防権限法案に、ウクライナ軍パイロットの訓練用資質が含まれていると伝えた。国防省は7月14日、アメリカ下院が2023年度国防権限の下院案を採択した。同法案には、アメリカの航空機に熟知させるためのウクライナのパイロットの訓練に1億米ドル拠出する2等の修正が含まれていると伝えた。これに先立ち、アメリカ下院は14日、2023年度国防権限法案を採択していた。ウクライナのレズニコー国防相は7日、西側の最新兵器、機材がウクライナに提供される前からウクライナ軍人がそれらの訓練を受けていることもあると発言した。同氏は、私はウクライナのパイロットが訓練に行けるように協議を行っている。なぜなら、私たちが少なくとも F-15、F-16、あるいはスウェーデン製のグリペンを扱い始める時が来るからだ。その時は必ず来ると強調した。このように報道されております。この動画冒頭でご紹介しましたアメリカ政府の、アメリカ当局者は今月、ウクライナの空軍を NATO の水準に引き上げるために数ヶ月に及ぶ訓練プロセスを検討していることを公に認めたとする報道と、ウクライナのレズニコー国防相の、西側の最新兵器機材がウクライナに提供される前からウクライナ軍人がそれらの訓練を受けていることもあるとする発言文脈を見ればですね、すでにウクライナ軍のパイロットへの何らかの教習訓練などが始まっている可能性、あるいはそうしたことが具体的に検討され前に進んでいる、そのようなことが進展していてもおかしくないように聞こえます。さらにウクライナへのアメリカ製戦闘機供与以外に、ウクライナへのソビエト製戦闘機提供とウクライナの NATO 加盟が検討されている可能性を示唆するような報道があります。アメリカ議会当局者は、経験豊富なウクライナのパイロットや乗組員でさえアメリカ製のシステムで訓練するのに数ヶ月かかり、特に戦時中は航空機の飛行を維持するのに十分なスペアパーツを供給するのは難しいだろうと述べた。防衛及び議会当局者によると、中間段階はウクライナのパイロットにすでに飛行方法を知っているソビエトスタイルの航空機を増やすことである可能性があります。欧米の政府関係者やアナリストによれば、こうした姿勢の変化はウクライナの粘り強い戦場での戦いや同国政府が将来的に NATO 加盟に近づく可能性が高いという暗黙の了解から生じている。 NATO のメンバーであるスロバキアは今月、ウクライナにソビエト製の11機のミグ29航空機を提供することを検討していると述べ、チェコ共和国とポーランドは9月からスロバキアの空域を監視し、また3国の当局者はあらゆるケースに対応するために軍用機を使用できるようにしていると述べた。アメリカが提供を検討している F-15 や F-16 のようなアメリカの航空機を操作するパイロットをウクライナが持つことは、ウクライナがロシア製のシステムから離れるための大きな動きとなるでしょう。ゼレンスキー大統領が7月5日、第26回アニュアルエコノミストガバメンタルラウンドテーブルへのスピーチの際に次のように述べました。
確かにウクライナは NATO の中にいない。そして私たちが NATO 加盟の道を進み始めるために呼びかけたら、加盟行動計画の要請に対してさえ否定的な返事を受け取ることとなった。しかしそれは私たちにとって止まることの口実にはならない。私たちは NATO の中にはいないが、しかし私たちはその道にはいるとの見方を示した。これに先立ち、イエルマーク、ウクライナ大統領府長官は6月29日、NATO パブリックフォーラムでのスピーチの際に、ウクライナは NATO のオープンドア幻想には満足していないが、NATO 完全加盟の道を外れることもないと発言していた。このように報道されておりました。欧米の政府関係者やアナリストによれば、こうしたアメリカ政府の姿勢の変化は、ウクライナの粘り強い戦場での戦いや、ウクライナ政府が将来的に NATO 加盟に近づく可能性が高いという暗黙の了解というふうに報道されていること、ゼレンスキー大統領が7月5日、私たちは NATO の中にはいないが、しかし私たちはその道にはいると発言し、イエルマークウクライナ大統領府長官が6月29日 NATO 完全加盟の道を外れることもないと発言していたこと、そしてアメリカ製戦闘機供与までの中間段階としてソビエト製戦闘機ミグ29の名前が候補として挙がっていること、そして米欧の高官はすでに NATO 加盟国がウクライナに航空機を提供する同盟国の領空を監視するために空軍を配備する意思があることを示唆し、さらにミグ29をウクライナに供与することを検討しているスロバキアの空域を監視し、あらゆるケースに対応できるようにと、スロバキア、チェコ共和国とポーランドが軍用機を使用できるようにしていると報道されていること、これら報道を総合して考えますと、2つの可能性が見えてくると思います。ウクライナの NATO 加盟ということをアメリカ政府や NATO 加盟国であるスロバキア、チェコ共和国とポーランドなどが前向きな姿勢を示し検討している可能性、そしてそれに呼応するようにウクライナ側からも NATO 加盟に向けた前向きな発言が出てきている、そうした可能性。2つ目はウクライナへのソビエト製戦闘機ミグ29などをまず供与し、その間にアメリカ製戦闘機の訓練をウクライナ軍パイロットに行い、数ヶ月後にアメリカ製戦闘機 F-15 などの供与を行う可能性、この2つの可能性が今までよりも具体的に見えてきているように思います。そして経験豊富なウクライナ軍のパイロットでさえアメリカ製のシステムで訓練するのに数ヶ月かかること、戦時中は航空機の飛行を維持するのに十分なスペアパーツを供給することに難しさがあること、そうしたことを踏まえてアメリカの防衛及び議会当局者によると、中間段階はウクライナのパイロットにすでに飛行方法を知っているソビエトスタイルの航空機を増やすということである可能性、そしてこうした経緯を検討している流れ文脈ということの中で、アメリカ政府の高官は次のように述べています。今ではウクライナ国民、 NATO の同盟国、そして現場の事実に基づいて調整することが重要です。何が実現可能か、何が持続可能ですか。サリバン大統領補佐官、国家安全保障担当は述べた。議会当局者によると、多くの NATO 諸国で使用されているアメリカ製の F-15 と F-16 はウクライナ空軍にとって最良の選択肢かもしれない。より近代的なジェット戦闘機はウクライナがロシア軍の戦線後方を攻撃し、特にキーウ、ウクライナ政府が奪還をしようとしている南部ヘルソンとザポリージャ地域の平原で軍隊の空域をカバーすることを可能にするでしょう。彼らはまた航空機を使ってインフラを守り、地上部隊の空域をカバーし、ロシアから発射されるミサイルを攻撃する可能性があるとアメリカ当局者は述べた。このように報道されております。サリバン大統領補佐官、国家安全保障担当の今回の発言は、ウクライナへの戦闘機供与をする上で持続可能な方法を検討しているかのような踏み込んだ発言に聞こえます。またアメリカ当局者や議会当局者は、今後ウクライナ軍がウクライナ南部ヘルソンやザポリージャ地域を奪還する上でアメリカ製の F-15 や F-16 の供与を検討している可能性があるということが見えてくるのではないかと思います。こうした発言と議会当局者の見解を読み解く限り、アメリカ政府はウクライナへの戦闘機供与にかなり踏み込んだ検討、具体的なロードマップを検討しているように見えると思います。週末にキーウでウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領と会談したマイク・クイグリー議員は、ウクライナの武器の優先順位はロシアに侵略されたウクライナ南部の地域を奪還しようとする反撃を準備するため、
より長距離のミサイルシステムであると述べた。今後ウクライナへのソ連製の戦闘機の供与、その後アメリカ製の F-15 などの供与、さらにはより長射程のミサイル供与、そしてウクライナの NATO 加盟への具体的検討、こうしたステップが今後具体的に進行していく可能性があるのではないかというふうに見えると思います。チェコのヤン・リパフスキー外相は当初、ウクライナには手持ちのロケット弾が供与されていた、ウクライナに供与するものとしてはそれが安全な選択肢と考えられていたとしつつ、今は戦車、装甲兵員輸送車、ジェット戦闘機について話している。チェコはヘリコプターを供与した、ほとんど全ての制限が破られたのだと述べた。アメリカや NATO は今までよりも踏み込んだウクライナ支援に乗り出す可能性が高いかもしれません。いずれにいたしましても、ウクライナの平和を守るため、国際社会の平和と秩序を守っていくためにも、西側諸国は一致団結し、今後もウクライナを支援していくということが重要であると思います。ありがとうございました。この YouTube のチャンネル、ネット大衆紙ブルーカラーへのチャンネル登録よろしくお願い申し上げます。また YouTube にはサブチャンネルブルーカラーラジオもございますので、そちらも Twitter と合わせてご登録の方よろしくお願い申し上げます。